はい、どうも、ピークスヨースです。今回紹介するミニカーはですね、こちら2台です。マツダロードスター、噛んだ。マツダロードスターと、アバルト124っていうのかな。いや、124なわけないと思うんだけど、スパイダーですね。まあ、まずはとりあえず開封していきましょう。って言っても、ロスターでもともと買ってあったやつなんで、開封はされてるんですよ。こんな感じですね。ちょっと待ってよ。ごめんなさい。いいよ、待ってよ。で、まあ、箱は邪魔ですね。で、こちらですね。21番。まあ、これ現在販売されてるモデルですね。まあ、開封していきたいと思います。はい。はい、こんな風に。で、上にアバロットの、許可のシールが貼ってありますね。フィルムついてる。では開封していきましょう。はい、こちらですね。今、すっげえ雑に扱った気もするけど。まあ、ちょっと袋からね、出しておきたいと思います。で、おぉ、かっこいいですね。で、特注モデルというか限定品で、ラリータイプもね、販売されたのかな？初回限定版かな？がラリータイプだった気もします。で、スケールは両方とも同じかな？スケールは同じ57分の1ですね。で、なんでこの車2台紹介するの？っていう話になると思うんですけども、ちょっと調べながらやるんですけどもね、自分も詳しいわけじゃないんで、ちょっと検索させて。まず。先に検索しとけって話だけど。ですね。こちらはですね、マツダと技術協力協定によって同社の、マツダのロードスター、このロードスターですね。このロードスターの、ベースに使われた2ドアオープンカーである。で、技術提携して、フィアットが本来生産してるらしいですけど、それをアバルトが、チューンアップして、アバルトブランドで販売。で、全部マツダの工場で作ってるらしいですよ。広島県の。アバルトのやつ。で、日本ではフィアット仕様は販売されないで、アバルト仕様のみ売ってるらしいんですよ。へぇ。でも、日本政府国交省の自動車型式認証においては、マツダを製造事業者として、国産車として扱われる。だから、アバルトというブランドで売ってても、日本車扱いなんですね。レクサスどうなんだろうな。レクサスも日本車扱いになるのかな。ちょっとその辺はまた後で調べておきたいと思います。そうですね。何を紹介すればいいんだろうな。まあ、まずは、アクションはサスペンションとソフトトップが取れるそうです。で、まあ、車内もこんな風になってますね。で、こっちも取れるんですけど、材質がね、まあ、違うんですね。材質がね、こっちはなんかツヤがないタイプですね。で、こっちはツヤがあるタイプですね。ロードスターの方がツヤあり、アバルトの方がツヤなしですね。つうか、もう、こっちの方、ここ見ればわかると思う。ツヤがないんですよね、あんまり。なんか、材質も違うんですよ。まあ、実際触ってみないと何とも言えないと思うんですけど、こっちツルツルなんですけど、ちょっとザラザラというか、なんか、そう、なんていうかな。で、後ろも全然違いますよね。正直、ロスター、後ろの方なんか再現度が低い気もするんですけど。つか、塗装がね、赤のせいでね、再現してんのになんかされてないみたいな状態になってるんですね。で、アバルトの方は、ロゴもちゃんと再現されてますね。で、ロードスターも一応ロゴ再現されてるんですけど、なんか見にくい気がするますね。ちなみにこれ、ハードトップの形がね、似てるような気がしますけども、同じなんですかね。違うっぽいな。多分合わない感じだな、これ。実際、これアバルトやつを、つけようと思うと、ちょっと合わないですね。多分、これ向きがあるんで、多分、その関係だと思います。こっちも多分、入らない感じですね。スケールなんかは一緒なんで、ま、その辺は一緒に、窓のパーツとかは一緒になるのかもしれないですけどもね、こういう。なんですけども、ちょっと、後ろの部分が違うんだろうね。この部分、プラスチックの部分の向きとかの関係で入んない感じですね。だから互換性はないですね。車自体はだから、中身はロードスターですね、両方とも。
まあなかなかかっこいいですね。まあ、個人的には自分今のロードスターと初代ロードスターが好きですね。真ん中2台のロードスターはあんまり好きじゃないですね。嫌いなわけではないんですけども、形としてやっぱり初代と今のロードスターの方がやっぱりかっこいいなと思いますね。あとロードスターの CM かっこいいですよね。あの初代と4代目がこう仲良く走るみたいな、あれがすごいいいと思いましたね。後ろも多分これロードスターと書いてないですね。アバルトスパイダーって書いてありますもんね。多分その124は英語であの読むんでしょうけど、僕英語すっごいできないんでね、算数と英語はできないんでね、特に理科もできないけど基本全部できねえなそれはいいや。まあそういうわけでね、なんだっけ、まあ今回はこの辺で終わりましょうか。まあなかなかね、かっこよかったのに、なぜ初回限定は買わなかったんだろうね。しかもほぼ日本車っていう事実もあったのにね、当時の自分をね、ちょっと殴っといた方がいいと思いました。っていうわけでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回見てください。それでは。